はい、それでは歴戦に講師弁理士の宮口です。どうもこんにちは。はい、今日のですね、あのテーマは一発合格を実現と短期合格法伝授ということですね。なるほど、これはまさにですね、あのうちのクラスにうってつけだなっていう感じがしますね、このテーマ。えー、あのまずね、一発合格をするために。 どうすればいいあのもう早く始めてあの合理的な手法に従ってやるだけなんですよ。ね、で私がそのもうね1階で受かるための、えー、ロジックを構築しておりますんでねであのこういうあの本も出させてもらっておるわけですが、えー、もうノウハウがあるわけですよ1階で受かるための。ね、それにもうほんとね。 素直に従っていただくとというこだだけなんですだからもう早い方がいいね始めるんだったらねであのやっぱりみんなはあの初心者の人が始めてからね言うのはやっぱ最初は難しいとえそれはね法律のほの字もやったことがない人がえー、ゼロベースで始めたらね難しいわね最初はね100%あの私に依存しないとダメだと思いますあでも あの徐々に知識がつくにつれて独自にあの勉強できるようになるんだね。そうすると自分でアレンジメントを加えながらあの勉強していくこともできます。えーまあ、そんな感じだね。なので、まああのまあ、他にもレジュメがあったね。こういうあの宮口クラスの驚異的な合格率についての考察というのがあるんだけど、ね、これの,あの、まあ、一番後ろあたりを見るとですね まあ、一発合格者数ランキングとか載ってますけどねちょっと今年の方がないんですけど、まあ、今年の方もあの同様の結果になってますね、えー、あのー、それからまああの申し込み者数とかもですね、まあ、一応あの24ページとか25ページを見ていただくと分かるんですが、まあ、ご覧のようになってると、えーまあ、正々堂々とですね、あのー、アピールできるポイントかなと客観的にですね 主観的ではなくて客観的にアピールできるポイントだと思います揺るぎない事実としてねであのはっきり言いましてその、まあ、講師、まあ、私を含め講師は、ね、みんなべしゃりがうまいんですよ、ええまあ、だから、まあ、違いは何かなと実績ですねあのこれはもう実績に裏打ちされて皆さんにこうアピールできるポイントなのでこれはまあ言わないとねあのもったいない話なんでね、はい でまあ、やっぱり受かってです、ね、あの事務所なり企業なりにあの勤務して便利、えー、士として、ね、活躍している OB がいっぱいあるわけですが、まあ、その人たちのです、ねまあ、口コミ等々によりましてもしかしたら皆さんは今日、ね、この場に来ていただいておるかもしれません、ねまあ、そういうことであのいい関係が、まあ、あのつながっておるしでまたね あのうちのクラスはね、受かってからのことも考えてます。で、受かるとですね、まあ、果たして今まででいいか、転職した方がいいのかっていう議論に立たされます。もちろん、あの今、勉強を開始して、そういう気持ちが芽生えることもあるかもしれません。で、そのにまに、まあ、宮口クラス、もう絶大なるその OB 網がありましてね、OG もいますけど、はい、まあ、だから、そういう時にですね、非常に強みを発揮しますよね。えー あの私の方にも非常に多くの連絡が入っています。ねえー、先生のクラスでなんか特許事務所に行きたい人いませんかって言っ、えーまあ、だからねそういう、ね、強みがありますよねはい、まあ、そんな感じですよでね、まああのまあ、私の授業の、ねえー、特徴なんですけどねあの蛍光ペンがちょっと必要になってくるんでほ、まあ、他の先生もそうかもしれませんが 私の場合はね、もう確立したその蛍光ペンのですね、その使い方があるんですよ。で、それをちょっとね、あの見せておきますと、あのまあ、こんな感じですね。えーはいえーまあ皆さん、あの蛍光ペンが私、あのございますよ、こんな感じでね、えー、蛍光ペンっては普通のペンも入ってますよ。ほら どうですか、忘れても大丈夫です。皆さん、忘れてもです、ね、あの貸し出しができるような状況になっております、ね。これなんかおすすめですよ、ほら。これなんか1本借りるだけで、1、2、3、4、5、6、7色もありますよ。ね、それが、あ5、6、1、2、3、4、5、6本もありますからね、皆さん、忘れたときはもう大丈夫です。ね でもちろんあのね私がこう触ってますからね心配な人はねあのエレベーターの前にアルコールありますからねそれでこうかけてもらって、えー、これでも衛生面もバッチリということですよねはいあマイクが取れましたけどねはいさあそしてまあ実際にですね今日はあの一発合格をするための、えー、メソッドをねなるべく時間の限り伝授したいんですけどはい。 じゃあ今度は、ね、この B 語のレジュメありますがあこれを見ていただきますかこれ、ね、一発合格を実現ということで、ねえーまあ、初期の段階の勉強法ぐらいちょっと読みましょうか。ではい 初期のうちは知識ありませんそれゆえあの条文を読むことは苦痛以外の何ものでもありません小説や随筆などと異なりすらすら読み進めることはできないそうだからねあのイメージ的にはね一つ一つの言葉をかみしめながらこう読み進めていく感じこうスーッとね新聞とかなんか漫画とかそういうのをね読む感覚じゃないですよやっぱり一つ一つの言葉に重みがあるからねあのなかなか前に進まないですよ ええ、初,初学の段階はねはいで特に理系出身にとっては外国語みたいなイメージに移るかもしれませんねワンセンテンスが異常にあの長かったり独特の言い回しがあったりするなど我々プロから見てもなかなかのね強敵なんですよああですから諸学初心者がいきなり厳密に解釈していこうと意気込むとかえって挫折します大雑把なレベルで条文全体の趣旨を理解していけばよい ではどうすればいいか、ここからが重要です、ねはい。典型的には条文を築城的に解説する本を読むのがよいでしょう。はい、で代表的基本書としてこれ、ね、今私、持ってきてますから。ほら、どうですかい。この工業所有憲法築城解説、青本というやつがあるんですよ。ね これ、あの、今ね、二十一般が新しいからね。二十一般。全部で2200ページぐらいあるかな。これ、あの、特実遺書のね、解説なんですよ。一条から順に解説しとるからね。はい。で、これ読めばいい話なんですが、ただ、残念なことに、これを読んでも多分わからないと思います。ええ、その解説の仕方がなかなかね、難しいから。ええ、だから結局、 路頭に迷うんですよ。ね。条文見てもわからない。解説本見てもね。あもうあの、気がめいります。2000ページ以上ですから。なので、私の授業を取ってくださいということなんですよ。で、もちろん皆さんね、あの、お値段の話あったかもしれませんが、やはり、あの、それなりのまとまった金額が必要になってきます。これはもうやむを得ない。なぜならば、便利子はヘビー級だからね。 ええー、やむを得ない、セビー級資格のもう代表ですわ。それなりに大変です。でも、やはり、あの、受かったら、まあ、すごいということになるわけですね。受かって、まあ、受かったらすごいっていうか、受かって何もやらなかったら意味がないわけですけどね。受かって活躍すれば、すごいということになるわけですよ。まあ、だから、その、まあ、投資だね、自分に対するね。うん、どうですか、株式投資、 と自分に投資する。どっちの方に皆さんは投資しますかはい。皆さん間違いなく自分に投資した方がいいです。ね。例えば株式投資っていうのはね、保証がないんですよ、これ。ね。今ほら、ロシアとウクライナが紛争してますわね。そのせいで日経平均も約5000円ぐらい低下してます。そうでしょ ?3 万円ぐらいあったのが今2万5000円ぐらいですよ。どうですかもう不確定要素でしょもっと下がるかもしれない。ね。 まあやめればもっと上がるかもしれないけどね元通りになるかもしれんけど分からんでしょ不確定要素です自分に投資をする間違いなく自分はもう伸びるんですよねその自己投資を惜しんでどうするんですかと私は声を大にしていたいね自分は裏切りませんしかしそういう経済的な投資というのはね全然保証がないんですよそうでしょ それでね、ねもうなんていうか、ほら、一さ三状態に陥ったりする人もいるわけですよあの、金使い込んでね、ギャンブルみたいになっちゃって、そうでしょ、自分に投資をする、な全く悪いことはない、そうでしょ、うん、だからやっぱり、一番確実な投資の方法なんですよ、自分に投資をする、で、でその一選択肢として、弁理士という資格を目指すと、ね、いうことなんです。はい さあ、あえっ、ー、とですね。そう。あの、だから予備校に通う必要がある。ね。そういう本読んでも結局わからんから。ぜひ私の入門講座の門を叩いてください。試験に必要な範囲で必要な十分な内容を効率的に解説していきます。そして、なんと言ったって、100分は一見にしかず。ね。1 0は一件にしかず的な講義。これを展開してまいります。つまりですね、字面の多いこの法律学を あのなるべくビジュアル的に、ね、あの教えていくことに主眼を置いてます例えば、ここにです、ね、私の書いた特許広報があるんですけど、ね、ほらあのこういう話もしながらです、ね、実際に弁理士がどういう仕事をやるのかと。ね あの2つ工報があるんですよ、実は同じものが2枚配られているようで、実は別々のね、ほら、こういうのもね、先生、同じものを2枚もらってるんですけど、違うんですよ、これ、これね、公開特許広報といいましてね、出願すると1年半後に必ず公開される工法なんですよ。だから別に あのー、なんていうのかな、えー、特許の価値があろうとなかろうと公開されますところがこの特許広報は見てください特許番号というのは付与されてますねさっきのは公開番号でしょ特許番号はいこれが本物の特許ですそう特許番号ねちゃんと付与されてるでしょで、えー、どんな先生発明ですかと、はい、図面が後ろに載ってますよほらこういう感じで図面がね鍵の発明なんですよ もっと言うとあの鍵にそのカバーするキーヘッドカバーというのがあるんだよね、その発明、ほらこれを見ることで、なるほど、文章と図面で持って表すんだねとでこのなんか特許請求の範囲というのがなんか先生、重要そうですねとね、まあ、どっちもいいです特許広報でもいいし公開広報でもいいけど特許請求の範囲ってあるね今ちょっと蛍光ペンで塗るから、はい、特許請求の範囲は、ね、発明のポイントを過剰書きにして この請求項に分けて記載するんですよ。と例えば請求項1ねえ2つのカバー側からなる。騎兵とカバーにおいて1のカバー側の背面には？ おのののキーヘッド形状に対応した固定編をキーヘッド外周部の上辺であってキーホルダー用貫通孔の中心から等距離にある2箇所およびキーホルダー用貫通孔内周部の一部に統設するように設けるとともに他方のカバー側には主持のキーヘッド形状にも対応するよう固定編をあえて設けずキーヘッドの正面または背面を押し圧する押し圧辺を 設けた音を特徴とするキーーヘッドカバー、ね、でもちょっと文章じゃ分かりにくいからちゃんとこうやって図面もつけてるとほらねあのもなかのようなお菓子のようにカパってこう両面から挟み込む感じなんですええー、でねあのこれほら鍵の形に応じてこのなんていうのかな固定する辺をね2箇所設けるとであと1箇所圧迫する1箇所を設けで,でこれ反対側反対側は全部共通の形状をします ええ、これによって何を狙っているかというとこれ発明の効果というのがあるんですけどねどっかな、えー、っと発明の効果ありました、ね、17番、段落番号17、ねはい、本発明に書くキーヘッドカバーは一方のカバ,ーカバー側の背面にはおののキーヘッド形状に対応した固定片を設け他方のカバー側には主人のキーヘッド形状にも対応するよう固定片をあえて設けないこととしたので。 た、ああ、極端に、ええー、突飛な形状をするキーヘッドを除き、様々な形状のキーヘッドに対応できると。そのため、それぞれのキーヘッドに特化したキーヘッドカバーの製造に比べ、労力、コストの面で大きく優れていると。ほら。で、要するに、あの、鍵の形の形状に依存することなく、ある程度同じものを作ることで、片面は全部同じ形状。コストの削減につながると。 ほらね、片面はあの鍵に応じてるけども,もう片方の反対側はあの全部同じ形状これでコストの削減につながる、ね、両方とも同じ形にする必要ないんですよあの鍵と同じ形ね。ほら皆さんこれ何が言いたいかというとあの実務と受験勉強机の上の受験勉強と実務の融合をこうやって私は測ってるね で実務の話をしながらもこれはね特許法の36条5項の話なんですよとかねあのよりこう結びつきにあの結びつくようにあの教えていきますねここがただ教えてるだけと実際に実務をしてるあの人との違いここがもう明確に出ていますなので私のポイントはねあのただ教えるだけじゃなくて やはり受かってからのイメージが湧くような教え方をする実際こういう仕事をするんだなと、ね、あの出願系だけじゃありません私はあの侵害系の仕事も結構やってます、ね、あの下町ロケットの大先生と5年ぐらい仕事もしてましたからねあこれ、載ってますよこのカラフルなほらこれの,、ね、ちょっとあの肖像権の問題もあるから写真は見せ、ま、皆さんは見ていいけど俺は見せませんけどね、えー、っと14、15ページに載ってますよ。 知財弁護士として活躍知財ロケットに登場する特許弁護士のモデルとなった弁理士弁護士こ,この先生とねあの私5年間一緒に仕事をしましたから、ええ、だからそういう仕事もねできるなかなかね楽しくも厳しくも充実した5年間だったよ、ええ、で結局勝ったんだよあの私が出た訴訟ね、ええ、あの負ける確率99%だったんですよ どの弁護士もこれは99%負けるからやめとけと言っとったんですね。ところが、あのまあ、便利視で、ね、弁護士とタッグを組まないといけないというルールがあるのであのそれはしょうがない、侵害訴訟はね。新決・取り決訴訟は行政訴訟なので便利士単独で訴訟代理できます、まあ、そういう、ね、複雑なルールがあるんで、ね、侵害訴訟は弁護士とタッグで私ね、最初ねあのちょっとあの別の弁護士とタッグを組んでたんですが あ,のあ,るある時ねこの知財のなんか講演会に行った時にこの先生がおりまして話が結構面白かったんですよだからね話も面白いし特許専門の弁護士だからこれはちょっと一緒に仕事しちゃねなと思ったんですよ、ね、それであの講演会が終わって行ったらね目を輝かせましてねあのなんで目を輝かせてたかというと。 あの普通だったら嫌がると思うんですよ、いやー、ちょっとどの弁護士にも聞いても、あの99%負けるような案件なんですよって,って、そしたらね、へえ、そうなんですか、ぜひ私に引き受けさせてくださいって言って、<laughs> 普通嫌じゃん、ああ、そうなの、じゃあちょっと、もう和解した方がいいんじゃないって <laughs> 言いそうなところですね、私が勝ちに持っていきますと、本当頼もしい先生だなと思ったんですよ。で本当にっっちゃったからね、ええ だから小説ののモデルになるんですよこの人そういう数々のね名ドラマというか名実績を残しているからでだから皆さん便利しなだとこういうねすごい人との出会いがありそしてまたそのすごい人との出会いを通じて自分がすごくなれるんですよ引き上げられるんですよこういう経験は今の皆さんのままでは無理ですよそうでしょ相手にしてくれないでしょ同じ発言してても誰も聞いてもらえないと思いますよ 私がそうでしたが知財部にいた頃にね何の資格もない頃ね同じ発言をしてても全然聞く耳持ちませんよ経営陣とかああ全然これがもう弁理士になった途端にね180度変わりますよええ一やはり専門家の意見としてね傾長に値するものとしてええリスペクトされるようになりますねまあだからねそういうところも皆さんね あの、あんまり変わらんだろうと。あの、例えば企業内弁理士とかね。あの事務所弁理士とかあるけどね。企業にいてもあんまり変わらんやろうと全然変わりますよ。うんま、やはりあの専門家の一意見としてね。全く同じこと言ってても、あの聞く耳を持ってもらえるか、持ってもらえないかの違いが本当に出てきます。皆さん受かってからそれを実感することでしょうね。はい、そんな感じです。 ね、ちょょっとイメージできたでしょ特,許あの特許の仕事はこういう感じで、ねまあ、文系の人は、ね、商標なんだけど、まあ、商標は商標でねあ持ってくればよかったね。俺結構商標も衣装もあの結構まんべんなくやってるからね、えー、そうか、まあ,あの後で個人的に質問があったら言ってくださいよ、ねはい、それでねあのそうだなあと何がよくあの質問としてあるかというとね 1>, 1日何時間ぐらい勉強すればいいんですかという質問があのよくあるんですわ、大概。で、私はね、あの、まあ、無難な答え方としては、1日3時間って言ってますけど、どうです、皆さん、3時間ぐらい勉強できますあの普段の日ですよ。えー、今、あれでしょ、あのほら、えー、今流行りのテレワークだから、勉強しやすいんじゃないですか、ね、あの仕事してようが、仕事してまいがばれないでしょ、ね。 じゃあ勉強すればどうですか。で <laughs>、ねえー、まあただねあの今のはちょっと冗談なんだけど意外とテレワーク厳しいですよ私もねあの実務の上でテレワーク的な仕事が増えてんだけどやっぱりねなんていうかね厳しいですよテレワークの方がテレワークの方がもう何ていうか実績を求められるねなぜかというとねあの現場に行く仕事って なんか現場に行っただけでなんか仕事した感があるんですよ。ね、あのお客さんの方も「ああよく来てくれました先生」みたいな感じでね。なんか行っただけでこうありがたがられる感じがあるんだよね。ところが今テレワークじゃん。だからあの逆にさアウトプットがより求められるんですよ。ね、レポート的なこう文章としてこう求められるものがでたった1枚だけだと「先生たったこれだけですか」みたいな感じになるよね。だからね実はテレワークの方がごまかしがきません。 えー、皆さんの会社はどうですか、えー、勉強しててもあの仕事しててもなんかようわからん数ですかそれだったらもう始めるチャンスですよ。<laughs> 今のうちにとっとと勉強してね受かりましょうよ。ねその方がいいんじゃないですかね、はい、まあメリハリだよ仕事ばっかりしててもねあ,のあれだからちょっと勉強も仕事もバランスよくやることで。 えー、合格に持っていけるのかなという感じしますよ。はい。えっ、ー、と、はい。私の本ね、特別にちょっと見せますから、はい、中身ね、書いてるんですよ、ちゃんとほら。あの最低時間の勉強あ、最低限の勉強時間を確保すると。ね。どんなに短期で受かる人も、最低限の勉強時間必要です。まずあの、聞き取り調査で分かっているのは、一発合格者の平均、1500ですで。これはあくまでで平均で 1000の人もあれば3000ぐらいの人もいますけどねちょっとね3000はあの仕事をしてない人じゃないと無理だと思いますああ仕事をしててもね1500ぐらいだったらいけるんですよなぜかというとね1週間で30時間とするじゃん、ね、であのその内訳を見ると 3×5 で15土日で15、ね、そしたら15プラス15で30になるでしょで1年間を50週とすれば3五十5 15で1500になるね だから一つの目安になりますわ、ね、ただね言っとくけどねこの1,500というのはねまあ本当にこう形式的なもので例えば机に座っとる時間とかねあの3時間机に座ってましたよとかって言ってもよ実はもうほとんどこうう,うだたた寝状態というかねこ,うこんな感じでこう居眠りしてるね。<laughs> そ,それはね3時間机に座っとるけど実質30分ぐらいかもしれないよね。 だから難しいんだよ、このカウントというのはね。だからまあ、当てにならんと言えば当てにならないし、まあ、ある程度でも平均化されるとこういう感じになるので、まあ、そういう意味では信憑性のある数字とも言えると思います。ねはい、であとはもう、皆さんね、あの知ってると思うけど、7ページ見ると、担当試験の問題、ほら、なんかストーリー型のね、1、うん、つ選べ的な。あ まあこういうい問題が出るわけです、担当試験でね。で、あの担当試験はね、レックからもあの問題集が出とるんですよ、ほら、こういう、ね、レックから担当、問題集とか出てるから、まあ、これ使えばいいですよ、いろいろね、出てるよ、メーカーから。うん、でもやっぱりあの、一番信頼が厚いですよ、ねうん、ノウハウもあるし、しっかりしてるし、誤字脱いもあの少ないしね。 まあ、ゼロとは言いませんけどね。えーはい、そんな感じですよ。あーまあ、そういうことやね、こういう問題書を、えー、使いながらやると。ねまあ、私もあの担当向けの講座やってますからね。えー、それであの、今度は論文見てみようか。論文は、ね、こんな感じ、10ページにあるじゃん、はい。ご覧の通りのような問題があるわけです。で答案も書いてるよね、私はね。 で皆さんこの答案見てどう思うなんか結論理由とか書いてますけど結論根拠とかあのね結局ね見出しの立て方がうまい人が受かるんですよ弁理試験の論文試験ってだからちょっとあの司法試験と違います、えー、司法試験の人がたまにねあ司法試験に受かった人はあんまりいないけどあの司法試験勉強しててちょっとあの弁理士にコンバートをするような人がいるんですけど あの、そういう人はね、あの、逆に苦戦しますね。なぜかというと、弁護士、あ、司法試験の論文試験で良かれと思って書いてるんだけど。実はそれは望まれてないですよ、弁理試験では。そこは勘違いしないほうがいいです。弁理試験の論文試験は見出し重視の答案のが受かります。ね、見出し重視というのはほら、こういうなんか。こうまとおつは単独で、え、視点を受けることができるか。結論とか根拠とかね。そう。じゃあ、なんでこういう答案のが受けがいいかというと。 見見出しを見ながらら採採点点できるから採点するかすうあ、もうね採点者もあんまり深く見たくないんですよそんな作文帳のゴニョゴニョした文章なんかねそうですよだから本格的な論述力はむしろいらないですええこうパッと見で何書いているか分かるような答案を書いてくれっていうことなんですよで実はね私もあの私ほら理系出身でねあのね なんかこう国語文系的な科目は嫌いな方の部類の受験生だったんですよ。ね。それでやっぱりね、あの担当試験は好きだったけど丸か抜しかねえからさ、忙しゅうじゃん。ね。あの論文っていうのはね、なんかの伸びなかったんですよ。俺実は。あ、そもそも私ね、予備校に通ってなかったんです。実は。ええ。だから逆に皆さんに言いたい。予備校に通わずに勉強する人もいると思うんですよ。 あっちゅう間に五六年経ちますよ。受からないまま、えー。そんなせこい思いでね、勉強してると。あっちゅう間に五六年ですわ。えー、まあ、それでいいんだったら、まあ、どうぞって感じ。ね。ところ、やっぱり一二年でね、とっとと受かってさ。やっぱり、その、ね。一つ、二つ上のステージに立ってさ。仕事したいじゃん。いいの。その、なんか、パッとしないままさ。ね。あの、ずっと。ね。 <laughs> ええー、かこうさっと仕事をしたくありませんか皆さんねまあいいですよ金かけずにあの独学でとその代わり時間だけが無駄に過ぎていきますええー、まあ56年だったらまだマシでしょうね10年ぐらいあっという間に過ぎてそれでようやく気づく人もいるんですよええー、ねあの超超なんか安い口座とかもう独学とかね あのやっとと気づくと、ね、例えばさあの車の免許とかあるじゃんなんか超合格率の高い資格とかもあるじゃんこういうのはね多分大丈夫ですよ。独学とかなんかこう市販のさ問題集を本屋で買うてねあのほぼ独学で受かると思いますよ。でもねやはりこう司法試験とか、まあ、便利試験もそうだけどまず独学ではあの100%とは言いませんが。 もう99%受からないでしょそんな感じはしますよはいねでまあ論文はね私苦労したんですよええでねある時会社の都合でねなんか予備校の通りに1時間遅刻したんですわあ2時間中1時間遅刻したんですよで残り1時間であの特許と 特許法というのは2問出るから特実というのはね普通は60分60分ですよで残り遅刻して残り60分の中で2問書かないといけないというシチュエーションに置かれてまあダメ元で書いて出したんですよそしたらねなんと全国1位ですわそれで私ねコツをつかんだんですなるほど便利試験の答案っていうのは見出し重視なんだなとそれまで俺意外とね作文帳の答案書いてたんですよ えー、ところがねなんかあんまりパッとしないというかむしろこう振るわない部類でね冴えない感じだったんですよ。ところがねもう割り切って残り1時間しかねえからもういいやタイトルとかまあねなんかポイントさえ抑えてればいいんじゃねえのみたいな感じで書いたのよ全国一位ですよ。ええ。 難しい問題ほど簡潔に書いた方がいいです。簡単な問題ほど上舌に書いた方がいい。反比例のグラフと一緒。反比例のグラフ。ね。難しい問題は簡潔に。簡単な問題は上舌に。なぜかというと、簡単な問題はみんなよびかけるんですよ。そうでしょだからいかに完成度の高い等を書くか。だからね、常に同じ考え方で望んだらいかんです。うん、うん。 あと、ね、ズームワイドの力をつけなさいって私言うんだけど何だと思うこのズームワイドの力というのはね、うん、例えば特許制度について論ぜよという問題が出た場合とそれから特許法における新規制ソースの例外について論ぜよという問題が出た場合ではスケールが全然違うんですよ。分かりますナビゲーションで言うとねあの新宿から北海道に行きたいという時のナビゲーションに出てくる地図と。 それから、ね、ここから池袋に行きたいという時にナビゲーションの画面に出てくる図は全然違うでしょこれですこれがズームワイドの力っていうんですよ私が言うところのだからテーマがスケールのでっかいテーマを聞かれた時の論文の取り組み方とそれからスケールのもう何ていうのこう重箱の墨をつくようなもう超ピンポイントで聞くようなテーマについて書きなさいっていう問題が出た時の取り組み方は全然違うんです スケールのでかいテーマが出た時はねやはりそのなんていうかねこうサマライズ的な書き方が求められるんですよ端的っていうか要約的なところがピンポイントのテーマをあの聞かれた時はねなんていうのかな例えばねこれまさに弁理士に要求される力でもあるんだけどあの <laughs> これちょっと極端ですけどねここにピンク色の蛍光ペンがあるじゃないですか。 これについて千字ぐらいで表現してくださいみたいな力が要求されるんですよで <laughs>、ね、<laughs> 常設に語る能力悪でもね皆さん心配しないでください今の弁理試験はどちらかというとあの端的に書くことが求められる問題が多いですだから一つのマニアックなテーマについて常設に語る能力を問う問題はほとんど出ません ええ、私の頃は結構出てたんですけどね、ええあのー、今は幸いですそんなことはないですアラカルト的な問題が出ますねはいであとは何だ口述試験かああ口述試験ねちょっとあのサンプルがあればよかったんだけど口述ってねあれよなんか試験が2人おるのねあの会社の面接試験みたいなもんではい えと新規性ソースの特許法に規定する新規制ソースの例外は何条ですかとかね、はい、30条ですでは新規制ソースの例外の趣旨を言ってくださいと、ねはい、発明をした人が新規制を失った場合に一切特許を受けることができないのでは発明者にとって極めて酷ですと、うん、でこのような状態というのは産業の発達への寄与を目的とする 特許法制度の趣旨に反しますとよって新規性を失った場合でも一定の要件を満たした場合には新規性の喪失はなかったものとみなす旨を特許法30条において規定しましたとほらこういうふうに答えると、ね、こういう答え方もきちっと教えていくから、ね、あの長くもダメ短すぎもダメちょうどいいあんの答え方っていうのがねやっぱあるんですよ。ねそういうのをねやはりあの皆さんね えー、予備校に通う価値あるよやはり私にもう2022、えっと、年かレックの教壇に立ってね22年になりますからね、えー、もうかなり長い方の部類ですはいノウハウは十分にあります、はい、で最近の便利試験の合格率14ページはい今どんぐらいかというとね令和3年6.1ですちょっと下がったね令和2年が9.7だったら ねはい、まあそれはね年によってまあ変わるからしょうがないよこれ問題の難易度にもよるし、ね、あと産業政策的なところもあるかもしれない今ちょっと便利しあんまりいらんよっていう場合には厳しくなるしいや便利し増やさないかんっていう時はねなんか10%の頃もあったよほら見てくれ、ね、これはもうかなりなんていうかね受かりやすかったんだねちなみに私の頃は3でした、ね、ええ、だからね6%でもね いやー今はいいねって感じだよね。はい。でこのね6%というのは感覚的にどうかというと努力をすれば受かります。ええ、本当に。で3%だと努力しても受からないんですよ。うんなんかねなんかこう一発一発こう大当たりみたいななんか運の良さがないと受からない。ああっていう感じでしたね私がほら3%の時代に受かったんですけど。 なんかねここまでやっても受からないのかっていう感じだったですもんね。<laughs> なんででここまでやっても浮からないのみたいなね、うん、でたまたまさあの試験会場に来てさ、ね、なんかほら全部しまわないかんじゃんあの何分か前になるとねその何分か前まで見ていいわけよこういうのねでその何分か前に見たやつが出たとかねそういう本当運の良さみたいなのがないと受からなかったんですよ。うーん 今6%はねそんな運の良さはいらないです本当とにあのしかるべき方法に従って勉強して努力してれば怠けてなければ受かりますよああねまあ素言骨ですわあとはね16ページから何が書いてるかというとこれね私が受験時代に作ってたノートですね受験時代に作ってたノートねはい いいでしょこれ1乗例えば2乗1項1号とかねほらだからね何でもいいから1行程でもいいからこう学んだことをねエクセルとかワードでこうあのまとめていけばいいんですよ、ねうんであの。もちろん手書きでもいいですよただ手書きだと加減上々がちょっと難しいんで、ねまあ、こういうワードとエクセルだとねこう付け加えたりできるじゃんオミットデリートもできるしね。 まあそんな感じであのやっていくのがいいのかなと思いますね。これはあくまでも私が受験時にやってたやり方なんですけど、ね、誰でもできると思いますよ、ね。あと刑事罰のまとめみたいなね、はいで。刑事罰のまとめも私の授業だとこんな感じで教えています、ね。例えば特許権の侵害と意証権の侵害と商標権の侵害ねすごいですね10年以下の懲役。 1000万円から罰金なんですよ、これを10のイメージで覚えてください、ね、そしてあの、なぜか実用新案法だけは5年なんですよ、直接だろうが、間接だろうね、ちょっと上が直接、下が間接っていうね、なあのそれがなんなのか今は分からんと思うけど、なんかダイレクトな侵害が直接侵害で、間接的な侵害が間接侵害と、<laughs> そのままやって感じで、なんか悪さの度合いが、直接侵害のが悪いんだろうなぐらいは分かるでしょ。 だからほらほ懲役10年じゃんでも実案法はなぜか両方とも5年なんですよだから皆さんは、ね、今俺答えを教えないけどなぜなんだろうということを疑問を抱きながらこう取り組んでほしいわけよいずれ勉強で教えますなぜ実案法だけ横並びじゃないのかとなぜ5年なのかとね面白いでしょ、はい、だと詐欺罪とか虚偽表示の罪になると若干軽くなるねうん 3, 3年かほら3年 3年3年3年ね、うんうん、そうでしょ。で、えー、実当委はもうちょっと軽くて、1年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 、罰金は100万円です。ところが、偽証罪は、ね、また重いんですよ、ほら、ピンク、まあ、3月、3か月以上、10年以下だから、ね、どうよ。で、私ね、結構語呂合わせが得意なんですよ。だから、ここはこうやって覚えます。所轄の佐藤が偽証したと。 所轄、ね、の佐藤が偽証したどういう意味かというと証人、鑑定人通訳人ね、所轄佐藤ほら3か月10年だから所轄の佐藤が偽証したと。で、えー、こんな感じでしょ。ね、で、えー、秘密あの保持命令違反これはねあ,のあれよあのあ、しまった3億も塗っちゃったまあいいわじゃあ3億もオレンジで塗っちゃおうか。 ああこれ括弧明の3億は何かというとこの括弧明はこれ法人が訴えられた場合にはやっぱりあのそれなりに個人よりは金額は大きくなるんですよ、ね。痛いですね、法人、うん、だってあの給付金とかも、ね、法人の方が大きいもんね個人より、ね、ほらこういう感じで蛍光ペンで塗るとある程度わかるでしょう、ね、秘密漏洩罪というのは特許庁の職員が秘密を漏洩すると 1>, あの1年以下の懲役と50万円以下の罰金ね、まあ、軽めですあごめんごめんこれ緑で塗るべきだった1年以下だからこれ緑ねうんほらこんな感じで商標法はあの捜索を保護する法律じゃないので秘密漏洩罪はありません罰です青です、ねはい、で両罰規定というのは従業員が悪いことをすると会社の責任問われるっていうのが両罰規定ね でも偽証罪と秘密漏洩罪はありません。なぜかというと秘密漏洩罪というのは。あのー、特許庁の職員でしょが秘密を漏らした。で、国としてはしっかりきど指導してるんですよ。お前ら。秘密は守れよっつって、しっかり指導してるにもかかわらず、その職員が秘密を漏洩したっていうことはね。もう国は悪くない、本人だけが悪いんだっていう立場を取ってます。ほら、どうですか。こういうふうに色を塗ることで、ある程度なんか分かってくるでしょう。ね。 これを私は大事にしてるんですよこののビジュアル的な理解というのをね、うん、で最終的にどうなるかというとこれがねまあ私ですよ私の場合これがね頭に焼き付いてるんですもう画像として画素として取り込まれてるんですよだから問題を取り組む時にあの法律的な条文が頭に浮かぶ,あの浮かぶんではなくてこのこの画像が頭に浮かんで解ける感じですねうんそうすると早いんですよ解く時もこれが「右脳的な」 解き方って言います左脳、ね、的な解き方だと遅いんですよ回答に至るまでにねだからこういったね右脳的な解き方っていうのを教えていきますから、うん、時間との勝負っていうのが結構求められるんでね便利試験ねはいまあそんな感じです、ね、あとはまあ担当のなんか回答のパーセンテージとかねあこれあれじゃんこれあれだよ俺がやってた訴訟じゃんあらねほら24ページ ね、俺があのなんですか下町ロケットの大先生とやってた裁判じゃないですか、ほらね、俺もちゃんといるでしょ。えーね、俺、一番若手だったから一番しちゃったけどね、当時。弁 <laughs> 理士になって初仕事だったからさ。<laughs> ね、で買ったんだよ、こ、ね、れ。5年かけて。はいまあ、最後の方はは、ね、特許庁のまあデータがありますけどね。はい それでねあ,の、まあ、あとはスケジュールをちょっと見ていくんだけどもあ新宿エルタワー本校4月2日に始まりますわであと20日ぐらいあるでしょ、うん、だから本当に今申し込んで今あの予習してほしいんですよで、ね、例えば2月ぐらいに申し込んだ人はもうすでにいっぱいあります、ね、でその人たちはどうするかというとね予習して分からんことあったら俺に質問してるんですよ。えー 通信の方はちょっと申し訳ないですけど私対応できませんなぜかというと通信の方多すぎるんでそれはご遠慮願っております通学の方は私に例えば気軽に「エルタワー」に電話していただいて私に代わって私が電話で答えることもやっておりますそういうことでね通信もそういう質問チューター制度はあるんだけど やっぱりその利便性を考えて通学に変更した人もいますよ、ええ、でもっと言うこれ嘘はないからね先生適当に言ってるんじゃろうじゃありません。本当に去年の令和3年、えー、便利試験の一発合格者でうちのクラスからね、まあ、あの業界で一番たくさん出たんだけどその中の一人が「あの通学」で申し込んだんだけどなんと俺の。 顔を一回も見ることなく受かりましたとか連絡がありました実は先生に一回もお会いすることなく受かっちゃいましたって言ってね通学で申し込んでるのにこれ嘘はないよ本当ですよええー、であのねでなんで受かったのかというとあの俺はねよくあのなんか電話がかかってくる人がいたんですよ、ねまあ、名前を言わん方がいいかな 島なんとかくんっていう人なんですがねでその人があのよく電話かかってきたのを知ってるんですよで一応ね通信か通学か聞くんで「いや通学ですよ」って言うから、まあ、調べたら本当に通学だったんで「あいいよ」っつって,言ってで、まあ、そういうことでは知っとったでも顔は一回も会ったことはない <laughs> でも受かっちゃったですよでんで受かったのかポイントを聞いたらねやっぱり自分にとって分かることは聞かなくていいじゃないかとあの 彼にとって分かることは聞かかない分からないことを聞くで分からないことを聞くことによって分からないことがなくなる結果受かると <laughs> 簡単なことです、えー、それが迅速に対応してくれた先生のおかげです、ね、そう電話すればさほとんど私その場で99%回答できますからねまあたまにねたまになんかこうあのどうしても答えられんような質問もあるけどマニアックな。 ね、大抵の場合はもうその場で答えられますから99%もうそれが良かったといいますね、うん、だから通学の人あの私にあのあれよ今コロナで現場にあ,のあんまりあの来たくないなという人もあの通学でいいんだよなぜかというとほら通学だとねこの欠席ウェブフォローっていうのがあるから欠席、ね、ウェブフォローというのは例えば今日収録してるやつが2日後に「 あの上映されるんですよあ、上映というかネットを通じて、ね、インターネット送信されます、あの著作権法の法律用語で言うと、自動公衆送信されます、<laughs> ね、専門用語、えーまあ、そんな感じです、でね、あのこの、ね、16ページと17ページを見ると、見開きで、あの左と右にまあ分かれ取るわけですよね。で あの左が、ね、標準装備だと思ってください、この16ページが標準装備ね、漏れなくついています、ええ、右がオプションだと思ってください、右がオプションです、ね、車,車買うときもそうでしょ、標準装備とあのなんかオプションがあるじゃん、ね、例えばあの、M スポーツパッケージとかね、AMG スポーツパッケージとかね、オプションで結構高いのが、ね、ついてくるでしょ、ええ、PCCB とかね。 まあ車好きな人ならわかるよねあれ、たっけーオプションなんですよねっつって,って100万円ぐらいアップしますよねみたいな <laughs> ね PCCB とかねはいはいそうなんですで、えーっとあの、まず入門ですけどねちょっとピンクで塗らせてもらいますよこ,こんなスケジュールですとまあ大体でいいんですよ、えー、で、これねなんかあの ABC とかあるけど皆さんも A で原則考えてうん、ほらね B とか C とかはねなんかあの担当試験が終わってから申し込む人がいるのよ独学で勉強しとって全然歯がたたんでようやく気づいて申し込むっていう人がねだからちょっとねこの B とか C とか前考えんだよ、ね、この A で考えて A コース一番左のはいでこの入門講座のオプションに相当するのは、はい、入門ナビゲートっいうのがあるんですよほら 右はね、で入門ナビゲートは何をやるかというとね、はいえー、っと上から2行目え、令和4年度担当本試験をとい,い,、うんえー、いうのは、ね、あのもちろん60問あるんですが60を5で割ると12ですね、うん、だから毎回3時間講義で12問だけ扱っていくからあの十分スピードにもついていける。はい、で次にですね ちょっと今度はオレンジ色の蛍光ペンで塗っていいですか、分かりやすくね。はい、ここにね、なんか申し訳なさそうに、論文基礎録完成講座ってありますね。なんで申し訳なく見えるかというと、コマ数がなんか少ないですね。<laughs> はい、で、この、これに対応するのが、ほら、論基礎ナビゲートっていうのが、3回ついとるんですよ。ね、で、次に、今度は、単基礎っていうのがあります。短基基礎礎コマ数多いです、ね、そらそうですすねねそそうは 結構ねなんか重箱の墨をついたような知識も求められるんで、まあ、それを伝授する必要上どうしてもコマ数が多いです。でね、ところどころなんかこのちょっとこうなんていうのかな灰色の部分があるでしょこのねずみ色っていうか白じゃなくてこれね演習の回なんですよ、ね、ちょっと青で蛍光ペンの青で塗ると分かりやすいねほらところどころ出てくるでしょこういう。ね。 ちょっと黒塗りのところはね担当にもありますね。ほらこれねテストの回です。えー、あの演習が1時間取られてます。もちろん私はちゃんと解説します残りの2時間で。で論文にもありますほら2,3回に1回登場しますね。はいねであの皆さんね論文に関しては特に私そうだったんですけど論文はね苦労する人は苦労するんですよ。 ね、私みたいにバリバリの理系人間って文章を書くのがあんまり得意じゃねえわみたいな人はねやっぱり書く回がもっと多い方がいいなと思うんですよそれでこの論基礎ナビエートしかもあのー、あれえー、っとこれね一言で言うと本試験を意識してるってことです。 ね、あの質と量の両面においてね、あの質と量の両面で,、ね、で、具体的に言うとね、どういうことかというとねあの、じゃあ、短基礎ナビゲートでちょっと教えましょうか、ね、短基礎ナビゲートでちょっと説明するとね、あのはい。えー その短基礎が15問しか出ないですよ、まあ、15問しか出ないというか、15問でもきつい人にとってはきついんだけど、えー、っとこんな感じかな、60分で15問のテストなんです。ねはいはい、で、この短基礎ナビゲートはどうかというと、はい、質と量の両面において、本験を意識しますから、20問60分、でレベルもハイレベルです。ええ ロン基礎短基礎の方はね、毎回、はい、満点の人って言ったらね、まあまあ結構手が上がるんですよ。ところが、このナビゲートゼミでそれを聞くとね、ほとんど手が上がりません <laughs> あの。そういうちょっとレベルを変えてます。だからね、なるべく早い時期から本試験を意識したいなっていう人は、あのちょっとレベルアップゼミ、レベルアップじゃ失礼しました、合格ナビゲートゼミですね。これ全部で13回ありますから あと思いますあ,とあの特典としてですね「仙人チューターがお助け合格ナビゲート合格者限定の」の、ね、そういうのがついてますからねあとでその仙人チューターからごのご挨拶があると思いますけど、はい、まあそんな感じですわ皆さんね、はいじゃあせっかくやからよ何か質問あるね今日来てもらったんだから。 よしいいよ、女性の方、女性代表として、いいよ、何でも、初がしがらんと、ね、こんな質問したら、アホとちゃうかと思われるんでいいから、ね、通信のほう,うん。実際に来る子だと、通信と通学で合格率が違ってきますかと、はい、これはね、あの正直言います、通学の方が一発合格に関しては、3倍ぐらい出てます。 ええ、であの全体の合格率はちょっと分からないよ、例えば5回とか6回とかそういう人も入れれば。でも確実にあの分かる一発合格に関しては、例えば、えっとえっとね、2年前がいいかな、最近6名ぐらいだから、3年前に9名いたんですよ、私のクラスから。人人中通通学です2人が通信、うん、去年は4、2ぐらいだったね。ほらそういうい感じでしょ うん、でなんでそういう差が出るかというとあのさっきも言ったようにあの迅速的確な回答ですねそれから論文に関してああそう論文に関して言わしてもらおう通学と通信で差がで出るとしたら今のねあの質問に関して私がダイレクトに答えられるよっていう話と論,び論文です論文で通学の人は私が全部採点します答案だから例えば今日来てる人は申し込んでいただくと私があなたたちの 悪いところといいところを把握します。それに基づいて個別的にアドバイスしていくから、だから伸びていくんですよ。で、残念ながら通信の方、通信の方はね、私ありません、採点者が。これは全国津々浦々におる採点講師です。で、申し訳ないんですが、誰に当たるかわかりません。ええ、その採点講師、結構いっぱいおるんでね、どの採点者に当たるかわかりません。 ええー。で、私の文科生だったら多分私と同じような採点をしてくれるでしょう。しかし私の文科生じゃない人、あるいは他の予備校で受かった人、全く違います、採点手法が。ええー。で、結果ですね、例えばよ、ちょっと極端のというね、私が自分で答案を書いて、レックに出したとしましょう、通信で。 そして採点講師が採点したとしましょう。もしかしたら悪い点がつくかもしれません。<laughs> 私が出しても <laughs>。そのぐらい違っています。なんでかというと論文というのは教える先生によってかなり流派が異なってくるんで。ええー。ね。それでね、一番受からない方法を教えてあげますね。逆に。はい。いろんな先生の講義を受けてミックス的な答案を書く。はい。一番受からないパターンです。 あこれね誰先生と誰先生と誰先生のミックスになってるなっていうのは分かるんですよ採点してて <laughs> 一番受からないですそれよりも潔くあこれ誰先生の,あの筋で書いてるなとその方が潔い軸はぶれないだから逆に受かるんですよあの一言で言うと軸がぶれてない答案が受かりますから じゃあ軸がぶれてない答案ってどういう答案かというとさっき見せたじゃんやっぱり見出しに一貫性が見られる見出しの立て方にどうです私の答案 10, 10ページ11ページ見出しの立て方にある程度の一貫性が見られますよね大項目中項目小項目結論理由型ねうんで何かを書いたらその後に理由付けがきてて根拠条文を書いてるっていうねある程度そのなんていうか一貫してますでしょうん 1回後ろる人の答案って、ね、ほぼ一発書きなんですよ、一発書きって分かるかな、自己修正箇所がないの,あの、鉛筆で書けませんので、ボールペンで書くんで、間違ったら二重線で消したりするんですよ、それがほぼなくなります。ね、最初のじゃしょうがないよ、うん、それがほぼなくなりますから、はい。というところで差が出ていますんで、はい、じゃあ、後ろの男性の方はどうですか、大丈夫ですよ はいこちらの人、どうですか、大丈夫ですか、はい、じゃあ、あ,のあれ、えーっと、もちろんね、ズームの人も質問したいと思うんですよ、ね、で今あの、問いかけてもね、多分無理なんで、<laughs> ね、あ後であの個別で対応しますから、え、う、え、んね、今日はあのせっかく現場に来てる人ね、ちょっと文系の人います文系の人 いませんかじゃあの選択科目で悩んでる人どのぐらいいます選択科目どうしようかなみたいなもう決まってるあ決まってないああそう,そうちょうどいいですよ選択科目のプロの先生がおるから今日ねええ中田先生という,もう超優秀な、うん、応用情報系に詳しい先生来てますから大丈夫ですか選択科目とはあ大丈夫あのもう一人の人大丈夫そうじゃあちょっとあとでね相談するといいですよねあの本当にプロなんでね はい、じゃあ皆さんねあの2023年向けの弁理試験の、えー、っと入門講座のガイダンスで今日のテーマは一発合格を実現短期合格法を伝授ということでした、ねはい、でまあ,あのよくある質問で最後に言っとくけど今年受けたほうがいいんですかと今年の弁理試験私はあまり推奨しません。うん 私はこの講座は2023年合格目標なんですよだから2023年に受けてください,、ええ、いや早く受けて下見程度で受けたらだめなんですかあのそれはね俺があのだそれはやめろっつってもあの言うこと期間で受けるのは構わない <laughs> でも俺としてはあの推奨しないじゃあなぜ推奨しないのか無駄に回数を増やすなという考えです私はねうんあのー まあ、そんなの関係ねえと鼻から思ってる人は別にいいです。でもあやっぱり受,受,受けなければよかったなという場合もあるんでね、ええ、なるべくならもう今年は無理せずに受けず来年勝負してもらえればいいのかなと思いますよ。はいじゃあ以上で「えーえー、弁理士の宮口」がお送りいたしました。はい